ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。聞いてよ。魔理沙、最近お寿司屋さんでバイトを始めたんだけど、専門用語がわからなすぎて。ああ、いわゆる隠語ってやつだな。隠語？なんか怪しい響き。まあな、中にはちょっと怖い意味のやつもあるんだぜ。え、そうなの？ああ、飲食業界だけじゃなくて、いろんな業界の怖い隠語を教えてやるぜ。本当に？魔理沙はやっぱり物知りだな。じゃあ、しっかり聞いておけよ。ゆっくりしていってね。1. タクシー業界の隠語。まずはタクシー業界で使われる隠語だ。タクシーって無線で連絡を取ったり、ちょっと特殊な業界だけに隠語も多そうだね。そうだな。そもそも霊夢はなぜ隠語が生まれるか知っているか？なんでだろう？仲間内での略語みたいなもの？そうだな。そういう側面もある。仲間だけに通じる言葉を使うことで連帯感を作ったり、お客さんの愚痴を言ってみたりな。例えばお化けこれはなんて意味だかわかるか？お化け？なんだかいきなり怖そうな隠語だね。なんだろ。お金を払わずに消えちゃうお客さんとか？お、良い線言っているな。確かにそういう客はタクシードライバーにとって怖いよな。だが、実は魔楽の意味でお化けはタクシー業界で長距離のお客さんのことを言うんだ。へえ、長距離のお客さんなら、売り上げが高くなるからむしろいいお客さんだよね。ああ、この隠語は主にドライバー同士の世間話や情報交換で使われる隠語だな。どうして、お化けって言うんだろう。思いもよらない客というところから発生した言葉らしい。地方によっては幽霊という言い方もあるらしい。地域によって意味が違う場合があるから、知っている人はコメント欄に書いてくれよな。タクシー業界の世間話用じゃない隠語とかもあるのかな？ああ。例えば大きな忘れ物という単語がタクシー無線で聞こえてきたら要注意だ。大きな忘れ物？ただの忘れ物じゃないの？ああ。大きなとか大事なという言葉がつくと、タクシー強盗や逃走犯を乗せたタクシーがあるってことだ。タクシー強盗、急に怖くなってきたね。ああ。大体は警察へ無線で犯人情報を伝えるときに使うのだが、タクシー無線で情報共有されるときもあるから、もし聞こえてきたときは近くに犯罪者がいるのかもしれないぞ。今度からタクシー乗るときは、ドライバーさんと話すより、無線が気になっちゃうよ。まあな。でもそのおかげで助かる人もいるかもしれないぞ。例えばキャブ不要という無線が流れてきたら、これもタクシー強盗やトラブル発生時にドライバーが外に助けを求めるときに使うんだ。隠語には仲間内の情報交換に役立つ面もあるんだね。ああ、特にタクシーはお客さんに無線の内容がお客さんに聞こえるから、隠語も多くなったんだろうな。隠語だけでなく、トラブル発生時にはタクシーのアンドンや、表示板が赤く光ったり SOS マークが出したりもできる。もし見かけたら、すぐに110番に連絡だね。2. デパート、小売店の隠語。次はデパートや小売店でよく使われる隠語だ。あ、私知っているよ。店員さんがトイレに行くときに遠方に行ってきますって言ったりするんだよね。ああ、そういうやつだ。霊夢、よく知ってるな。えっへん。私だってマリサに教えてもらってるばっかりじゃないんだからね。じゃあこれは知っているか、桃井さん。桃井さん、隠語ってことはお客さんの名前ってことじゃないよね。そうだな。もし霊夢がデパートの店員から、あのお客様、桃井さんよねと言われたとしたら、ちょっと注意だな。なんだろう？難しいな。悪い意味ってことだよね。そうだな。実はこれは万引きしそうな挙動不審な人という意味がある。へえ、そうなん。で、それって私が怪しい奴ってこと？ひどいよ、霊夢。まあまあ、まだ万引きはしてないんだろ。当たり前だよ。でも、もし店員さんからそう言われているのが聞こえたら、自分の動きが疑われる行動だったってことだよね。そういうことになるな。桃井香織もびっくりだね。どうして、桃井さんが万引きしそうな人の隠語になったの？もともと赤井様という万引きを表す隠語があったんだ。赤井様か。これはなんとなくわかるね。要注意人物イコール赤信号って感じかな？多分な。だから赤井様、3階のまでお越しくださいという館内放送がされたら、3階で万引きを従業員が実際に見たということになるわけだ。なるほど、赤の前でももね。で、パンチか。デパートの隠語は結構この類のものが多いぞ。ふん。他にはどんなものがあるの？そうだな。もう一つ万引き犯を表す隠語で川中様というのがある。川中様？川中様？川中、もしかして。そう。買わないお客様だから買わなかった、川中というわけだ。まるっきりダジャレじゃないの。わかりやすくて良いじゃないか。他にもアナウンスでわざわざ補充をお願いしますとあったら、不審者が近くにいるから見回りを強化してくれという意味なるな。なるほど。とりあえず、全国の桃井さんと赤井さんと川中さんはこの動画で悲しい思いをしてないといいな。決してこの名前の人が万引き犯と言っているわけじゃないからな。3.
電車アナウンス、鉄道業界の隠語。そういえば、よく電車でもアナウンスが流れるけど、あれにも隠語があるの？ああ。じゃあ次は鉄道業界で使われる隠語を紹介するぜ。やったー、お願いします。よく車内アナウンスで点検中につき、お待ちくださいと言ったら、これは痴漢行為があって確認中の可能性が高い。ああ、それでよく私の乗る路線は止まるのか。霊夢の使う路線はそんなに痴漢が多いのか、引っ越した方がいいぞ。そうなんだよ。でも私は痴漢にあったことがないから平気なんだ。それは霊夢が子供。下粉。まあ、それはそれとして、点検中というのは、痴漢が確定していない時に使う言葉なんだぜ。そうなんだ。どうして痴漢ってはっきり言わないのかな？痴漢ならさらしてやってもいいのに。結構過激なこと言うな。でも、万が一冤罪の可能性もあるから、鉄道アナウンスでは嘘を言わないために、こういった表現を使うんだぜ。冤罪は確かに行くないね。私のお父さんがそんな目にあったら泣いちゃうよ。霊夢が泣くから、ちょっと平和的なのも紹介するぜ。例えば車内清掃中というアナウンスだな。これは吐砂物などがあった場合に本当に清掃している場合だ。ああ、具合が悪い人が出たりした時だね。そうだな。ちなみにこの吐砂物のことを職員の間の隠語で悶者というらしいぜ。これは、つまり見た目からできた隠語ってことかな。そうだな。動画を見ながら悶者を食べている人がいたら、ちょっとお気の毒だな。お昼時に見てないことを祈るだけだね。他にも線路内に人が立ち入ったためというアナウンスもあるが、あれは人身事故の可能性もあるんだ。それもよく聞くわね。人身事故って要は自殺ってことかしら。そういう場合も多いな。そして、鉄道職員の間では電車に轢かれたご遺体のことをマグロと呼ぶそうだ。マグロどうして？一説には、歴史体の多くが体が切断されているために、その様子を市場に並ぶマグロになぞらえたらしい。またその断面がマグロに似ているとも言われているんだぜ。想像するだけで怖い。絶対にお目にかかりたくないわね。まあ、マグロならまだよくて原型をとどめていないご遺体の場合には叩きやミンチという時もあるそうだ。鉄道会社の人たちの苦労が忍ばれるね。まったくだぜ。もっとも本当に事故で亡くなった人たちに対して、こうした言葉を使うのは不謹慎ということから、公にされていることはないんだ。確かに、イメージがしやすいだけにご遺族は辛いね。ああ。事故ならまだしも、電車への飛び込みはダメ絶対だぜ。この動画を見ている人は絶対そんなことしないと信じているからね。4、税務署の隠語。次は人によっては最も恐ろしい業界の隠語だぜ。どこどこ？それは税務署だ。急に難しい感じがするわね。私には縁がないし。まあ、そういうな。映画やドラマで取り上げられることも多いから知っておいて損はないぜ。マリサがそこまで言うなら、教えて。やけに素直だな。そんな霊夢のために教えてやるぜ。税務署で使われる意味を知ると怖い隠語は横目、内観だ。ちょっと聞き慣れない言葉だね。どうしてそれが怖い意味になるの？横目は別件を装いながら、銀行口座を調べるときに使うんだ。脱税している人間からしたら、金の流れが全てわかってしまうから避けたいことだな。なるほどね、横から見るって感じなのかな？次の内観は該当の会社に客を装って税務署職員が内定調査をすることを言うんだぜ。架空会社を作っていたり、売上を少なく計上していると一発でバレるから、税金をごまかそうとする奴からすると恐ろしい言葉だな。わぁ、刑事ドラマっぽい。税務署ってそんな調査もするんだ。そうだぜ。日本では脱税は絶対にバレると言っても過言じゃないくらいだ。心当たりのある人間は要注意だぜ。5、警察の隠語。さっきの税務署の隠語でも思ったけど、警察もたくさん隠語がありそうだよね。そうだな。ドラマでもよく使われるのが星、とか会社、とかあるな。このあたりの隠語は私も知ってるよ。星は容疑者や犯人のことだよね。会社は被害者のことだし。その通りだぜ。霊夢は刑事ドラマが好きなのか？そうだね。本格推理者ものも好きだし、エンタメ要素が強いのも好きだよ。だから他の隠語も知りたいな。よし、ちょっとマニアックな隠語を教えてやるぜ。やったー、さすがマリサ。例えば三髄とか知っているか？聞いたことないわ。どんな意味なの？実はこれは汚職事件のことを指す隠語なんだ。三髄と汚職事件。この二つの単語、全く繋がらないよ。汚職の字をよく見てみろ。党の文字の部首が三髄だろ？ああ、そういうことなのね。なるほど。ちょっと頭をひねらないとわからないようになっているのね。推理物も好きなんだろ？じゃあ、同じ成り立ちでゴンベンというのもあるぞ。何の隠語がわかるか？ゴンベンのつく漢字ってなんだろう？霊夢は刑事にはなれそうもないな。ゴンベンは詐欺事件を表す隠語だ。ほんとだ、ゴンベンがあるね。見るのは好きでも刑事になるのは向いてないってことだね。そうみたいだな。他にはコロッケなんてあるぞ。
コロッケ？思いつくのが大御所モノマネ芸人しかないよ。霊夢はそっちなんだな。食べ物もあるのにな。あ、そっち。もちろんそっちも思いついたよ。でもやっぱコロッケさん最高じゃん。霊夢は刑事ドラマ以外にも、お笑いも好きなんだな。実はコロッケは女性の殺人犯のことを言うんだ。コロッケから殺人って全然連想できないよ。しかも女性限定なの？そうだ。例えば霊夢が殺人を犯したら、刑事の人たちは今回の事件の星はコロッケだなとか言うんだな。人を勝手に犯罪者にしないで。まあ、例え話だからな。ちなみにどうしてコロッケっていうの？要は、か弱い女性が殺人を犯す様子が、カリッとした衣と中身のギャップから言われるようになったらしい。外はサクサク、中はホクホクってこと？食レポじゃないんだから。食べ物の隠語なら、饅頭もあるぞ。饅頭か。薬とか、そういう意味かな？実は発見されたご遺体や死者のことを言うんだぜ。きゃあ、思ったより怖い意味だった。どうして美味しそうな食べ物ばかりで例えるの？他の意味のある言葉に変えるというのは、隠語ではよくある方法だな。そうだね。シンナーがアンパンとかも知っているよ。6、病院の隠語。だが病院は全く違う成り立ちの隠語で面白いぞ。どんな言葉があるの？例えば、プシコは、医者や看護師に対する要求や行動がおかしい患者のことを言うぞ。へぇ、由来が全然わからないね。病院の隠語のほとんどは、ドイツ語が由来なんだ。ドイツ語、そういえば、昔のお医者さんはドイツ語でカルテ書いてたりするよね。よく知っているな。今は日本語や英語でもカルテを書くが、明治時代に西洋医学を取り入れた時にお手本としたのがドイツ医療だったんだ。そのため未だにドイツ語が医療用語として残っているんだな。なるほど。他にはどんな隠語があるの？他にはデコル、アポル、捨てる、なんて隠語があるぜ。デコル、なんて、女子高生が好きそうな言葉だね。可愛い感じ。でも怖い意味なのかな？どんな意味なの？デコルは心不全のことで、アポルは脳卒中のことだぜ。全然可愛くない意味だった。泣くな、泣くな。ちなみに捨てる、は患者が亡くなるという意味があるぜ。霊夢が入院中にナースステーションから霊夢さんの隣の患者さん、デコって捨てちゃった。とか聞こえたらどうする？マリサが怖いこと言うよ。悪い悪い。でも最近は使う看護師も減っているらしいぞ。そうなんだ。新しい隠語があったらコメント欄で教えてほしいな。7、寿司屋の隠語。そういえば、霊夢は寿司屋でアルバイトを始めたんだよな。そうなの。そうだ、マリサに私が知ってる怖い隠語を教えてあげる。おお、霊夢が教えてくれるなんて珍しいな。なんて隠語だ？ふ、マリサ、お寿司屋さんで太郎さんが来たら要注意だよ。太郎さん、初めて聞いたな。どういう意味なんだ？太郎さんはゴキブリのことだよ。げ、不衛生なのはダメなんだ。太郎さんが来たら私は店を出るぞ。やったー、マリサどう？私も結構物知りでしょ。威張るな、霊夢のバイト先は太郎さんは来ないんだろうな。今のところ私は見たことないよ。今度食べに来てね。そうだな。もし太郎さんが出たら、霊夢を捨てて饅頭にしてやるからな。ひどいよマリサ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくね。私のバイト先にも来てね。漏れなく太郎さんも一緒だがな。そんなことないよ。